どうも、いつもこの顔で信号も出してもってます。モサクと申します。お願いします。おい、ホスピタリティワイって思った話なんですけど、まあ、僕、サウナがとても大好きでして、最近都内でもね、最高峰と言われるサウナ施設に行ってきたんですよ。まあ、そこも施設として素晴らしいのはもちろんなんですけど、僕が一番感動したのは、そこを利用しているサウナーの方のホスピタリティに感動したんですよね。みんなが使いやすいように一人一人が気を使っている。なんて素晴らしいんだって感動したんですね。なんか向こうの方から、アウフグースサービス始めますという声がかかったんですよ。で、まあ、アウフグースサービスっていうのは、そのサウナ室にある熱い蒸気をこうやってうちわで仰いでもらって、その熱波を浴びて気持ちよく汗をかくっていうサービスなんですけども、だから僕もね、サウナ室で待ってたら、このうちわを仰ぐ人、これ熱波師と呼ばれる方なんですけど、熱波師の方が入ってきたんですよ。そしたら熱波師の方が、まさかの女の人やったんですよ。吉岡里帆さんみたいなめっちゃ綺麗な人。で、ってどういうことと思って。え、だって想像してください。ね。裸の男がパンパンに入ったサウナ室に、綺麗な吉岡里帆さんが入ってきたんですよ。どういうことみたいな。僕ね、もう、ちょっと興奮しちゃったんですよ。なんか、その人もなんかパツパツの服着てたからね、こうしてたんですよ。で、周りの人見たら、全員吉岡里帆さん見、目つぶって、こうやって熱波浴びてるんですよ。で、あ、なるほどなと、都内の最高峰のサウナに来る方たちは、サウナだけ楽しもうとしてる。サウナーとして素晴らしいホスピタリティを持ってる方々なんだなと。逆にね、僕恥ずかしいなと、同じサウナーとして、そういう下心を持ってしまったことが。だからもう恥ずかしいと思ったから、僕も改めて、こうやって目つぶって、熱波だけ浴びたんですよ。で、すごい気持ちよく汗をかけて、水風呂に入ったんですね。で、水風呂に入ってたら、まあ、どんどんその、熱波を浴びた、汗びっちょびちょのおっさんが水風呂に入ってくるわけじゃないですか。で、そのおっさんたちの、あそこ見たら、全員ハンカチしてました。おい、ホスピタリティー、おい！